你好，我是制服役生。どうもこんにちは、志保一世です。今ね、まあ台湾で演奏を、するべく、日々中国語の勉強を、しています。すぐ近所の、学校に行って勉強しているんですけれども、学生時代以来ですけど、そういっぱい書いて話して勉強します。まあ、僕はあの勉強自体は全然嫌いじゃないので、そんなに苦にはならないんですけど、まあとにかく難しい。まあ、中国語というとみんなあの漢字のイメージがあるじゃないですか。もちろん中国語は漢字で、書きます。でもですね、こっちの小さい子供たちっていうのは最初漢字を読めないわけじゃないですか。まあ僕も同じように、漢字読めないわけです。まずは漢字の読み方、漢字を読めるようにということで、日本でいうひらがなにあたるもの、ポポモホというものを、勉強しています。ちょっと書いてみました。What's ポポモホって、書きましたけれども、読み仮名みたいなものです。例えば、これ。これだけだと、あー手を読みます。で、これだけだと、あーあーです。合わせると、あー例えば、それ合わせて言うと、パーパー、パーパー。中国語は、いろいろこう、音が上がるとか、こう、ガーッと、いろいろあって、とにかく音程と読み方が難しい。でその読み方を、勉強するべく、この、ボッポモフォというのを、今まさに、勉強しているわけです。これ組み合わせ次第で、いろいろ、読み方って作れちゃうので、たくさんあります。まずはボッポモフォに、触れようっていうことで僕が買ってきたのはボッポモフォのフォのカードです。はい、で開けるとまあ、一番最初に来るのは、あー、パー、まー、ファー、だー、たー、はー、みたいな感じで、まあ、たくさんあるんですけれども、それだけじゃなくて、もう本当日本のアイウェイオカルタみたいな感じですね。パー、パー、ベイツ、ベイツ。で僕が、すごい気に入っているやつが、マオマオトン。うん、これすごい気に入ってますね。マオマオ、マオマオチョン、マオマオチョンかな。うん、で面白いのは猫がマオミって言うんですね。で先生に、マオミこれすごい綺麗な発音だねって言われるんですけど、マオミはそんなに難しくないです。有機マオミみたいな感じで、割と言いやすい、ね、つまり日本語で言うと今あいうえをお父さんとかコップとかそういうのをまあ勉強してるような感じですね。まあ三味線の方では12月に多分3回ぐらい、演奏できそうなチャンスを、いただきました。もっともっとねこの活動の幅を広げていくためには、中国語を早くマスターしなければいけないわけです。なのでじゃあよ、頑張っています。まあもし台湾の方でこの YouTube 見てくださってる方がいたら、これから多分僕の中国語は、より良くなっていくと思うので、ぜひぜひ、これからも見てください。チャンネル登録、していただけると嬉しいなと思います。今日はボポモフォ台湾の、ひらがなみたいなものの、紹介でした。再见、さようなら。